いちごいちごいちご。皆さんこんにちは。いつもベリー水野チャンネルをご視聴くださりましてありがとうございます。自然栽培農家ベリー水野です。今日はですね、今後の YouTube 動画の更新頻度に関するお知らせの動画となります。これからお話しする2つの事情により今後動画のアップ頻度が、現在週に2回、水曜日と土曜日のだいたい夜の6時から6時半の間にアップしていたんですが、その更新、週に2回だった更新頻度が、1週間から2週間のに1回という更新頻度になります。事情が2つありまして、まず1つ目の事情なんですけども、私が、今年の4月に、代表取締役社長に就任しました株式会社能登の未来で現在新事業に着手をしています。この詳細はまたリリースした時にこの YouTube チャンネルでも皆様にご紹介させていただきたいんですけども、この新事業がですね、今後のこの能登の未来社の命運を左右すると言っても過言ではない、とても大事な柱になってくる予定の事業になってきます。で、現在ですね、その新事業の立ち上げにかなりのボリュームを費やす必要が出てきておりまして、それに時間を割きたいということがまず一つ目の事情です。で、二つ目の事情なんですが、現在ですね、私プライベートにおいて優先したいことが生まれました。これは前からこのチャンネルでもお話ししていることなんですけども、私は自然栽培農家になることがゴールではないんですね。自然栽培農家というのはさらに先にある目的のために営もうと思って始めたことになります。またね、具体的にアクションに起こし始めたらまた動画でシェアしていきたいと思ってるんですけども、今ね、それに向かって舵を切るタイミングだなと感じています。なのでちょっとプライベートでちょっと一回この約3年半自然栽培農家になってから、さらに、YouTuber になってから、結構ねすごく頑張ってきたんです。プライベートの時間もほとんどない、ほぼゼロっていうような状態でがむしゃりに走ってきたので、プライベートでかなりしわ寄せが寄った状態の今状態なんですね。なので次のその新たな目的に向かって舵を切るために、一回この3年半で生まれてしまったしわ寄せを伸ばす時間を作りたいと思い始めたのがもう一つの事情になります。もちろんですね、この YouTube で自然栽培を広めるという発信は私にとってその目的のための一つの手段だし、使命感を持ってやっているし、私自身がこの YouTube で皆さんと交流することがとても好きなので、これやめるつもりはないです。なので今後も発信は継続していきますし、約ね、この1、2ヶ月間が過渡期だと思っている、その新しい会社のその命運を左右する新事業の着手と、その今プライベートな方で、ちょっとしわ寄せを伸ばすっていう、時間が欲しいっていうのがちょうど重なったっていうのがあって、今回ちょっと YouTube のアップ頻度が、1、2週間に1本っていう形にしたいっていうお話なんですけども、今後また落ち着いてきたら、本来のね、私が、ベストとしている週に2本、の動画アップに戻そうとも思っておりますので、ちょっとの間だけちょっと更新頻度が少なくなりますが、ぜひ引き続きベリー水野チャンネルどうぞよろしくお願いいたします。自然栽培、その地球や生き物に優しい暮らしということで自然栽培をメインなの発信をしていますが、今後私自身がそのプライベートな方でもっとね、暮らし全体を地球や生き物に優しい暮らしにしていきたいって考えているんです。長い目で見た時にそういう発信も今後このチャンネルではしていきたいと思っておりますので、そちらもぜひ楽しみに一緒にベリー水野チャンネル皆さんと一緒に盛り上げていけたらいいなと思っています。またね、何か皆さんの方でこんなことを聞きたいとか、こんな近況を知りたいとか、こういうことをテーマにお話ししてほしいということありましたら、どしどしコメント欄にコメントいただけたら、今後それを考慮した上で動画作りしていきたいと思っておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。今日はね、今後の
動画のアップ頻度に関するお知らせという動画でした。このチャンネルでは私自然栽培農家ベリー水野の、生きた知識やノウハウのご紹介と、能登半島という世界農業遺産に日本で初めて登録されたこの大地のね、大自然の様子を、時にはダンスというエンターテインメント、歌とかも交えたエンターテインメントを交えてお届けをしております。今回の、動画が良かったという方もしいらっしゃいましたら、ぜひ高評価マークお願いいたします。またまだチャンネル登録していないという方いらっしゃいましたら、継続して発信していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらに、Facebook や Twitter などの SNS でこのチャンネルシェアしてくださりますととっても嬉しいです。そちらもどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたねー。